スタック・ザ・ピンク VS バース出てきてください。2回戦も変わらず発祥率は3本となります。それではまずはビートを確認しましょう。 DJ あなたけお願いします。これを踏まえて先攻後攻のじゃんけんお願いします。えい、先攻スタックザピンク、後攻マスで発祥で3本行います。準備の方よろしいでしょうか。えい、それではいきます。先攻スタックザピンク、後攻バース、えい、レディーファイ。えい、俺の台ここじゃ、台ここじゃ、手を抜いたやつは台。俺のしているヒップホップはこんなもんじゃない。俺の MIC 代わりは聞かない。お前どうせ4と8でインフムだけだろ。そんなランラインだけで OK だぜ。こんなクソみてえな若手に分からせに来た、分かったかよ。そのワンラインを倒した俺だ、だから常注意、俺はドゥミドゥミ。お前が勝てない無理な空気、恐怖を教える売りだ純真。お前風にできないラッパー、興味がない。お前の将来地味、ここで後悔しに勾配2機叩いて障害禁止。はいはい、どうでもいい、インパクト踏んでるだけで興味がないぜ。マジで端から去りな、お前を赤い血で染めるバン中村。そんなクソみたいなラップじゃファンが泣くな。まあファンはいないと思うけど、所詮今日だけの一発屋さん。俺も繰り出す必殺技、表現者としては失格だな。Yo, 俺は失格でもこのミッションで実証、言ったらこれコンチクショー。マジでそうだ、三段シート赤坂リコ敵、うん、あんたでもいいよ。マジで俺は楽しみに来てるバン中村。お前の涙腺にハッカー油かけてやるぜ。クソみたいなバッタタックが、バッタタックマンに羽ばたく、分からずや。お前のライマ燃えかすやちり紙と一緒だな。ゴミ箱に丸めてポエでさよなら。ちょっとイケメンでちょっとラップが上手いだけで上がれるステージでよかったな。俺はラップは上手いけど顔は普通、勉強も普通、運動も普通だけどラップで変えたんだよ。そっちのが憧れるに決まってんだろバカか、おめえ。憧れごめん遊ばねえ、これは過去じゃねえ、今だぜ We are the way、 まだまだ行く時間、yeah、 楽しみ来てるだけだ、これはデュアのファローで遊びながら過去見ることなく今現在。凡人からデザイン変わる風に上げる周知、俺は注意、この先注意、口から吸引、火の玉で終わる藤川球児。終了。それでは判定の方行きたいと思います。どちらかに手と声上げてください。では行きます。先攻スタックザピンク、後攻バース。お、もう一回聞かせてください。行きます。先攻スタックザピンク、後攻バース。決められません、延長になります。では、立ち位置の方入れ替わってください。先攻バース、後攻スタックザピンクで参ります。ではビートの方確認しましょう。延長用のビート聞かせてください。DJ、 では先攻後攻入れ替わって、先攻バース、後攻スタックザピンクで発祥節3本、延長戦いきたいと思います。準備よろしいでしょうか。ではいきます。先攻バース、後攻スタックザピンク、
レディーファイト。俺が見つけた全て正解だけど、ゼンマイ回し凡人から天才よ。お前はジョッカーの抵抗戦回よ。最後ワンバースも抵抗戦回ってマジで言える計5000回映るはいいかさ乗っ取るビー。俺はノック打ちに来てるこのビジョン、あん美男美女もだけに来てる俺がクリーンヒット。ロシアよりも先に起こす軍事侵攻。はいはい、もうお前ら飽きてんだろこういうのクソくだらない。マジでお前みたいなラッパーなんて5万といるぜ。お前のラップじゃこの場も無意味そう。キャンディみたくつけてるルイ・ヴィトン。分かってねえんだよお前ラップの本質を。学び直せよガチでお前。興味ない端からキルするだけだな。あれまさにかな、俺も花みたいに咲き誇るマイクで一発のボーイ。ルイ・ヴィトン次行こう。俺はこのビート別にそうおしゃれブランドじゃなくてもフランドリー。こいつは所詮吐いて生きるブランドキャップ。走り切ったスタートダッシュ俺がグランドチャンプ。声に来てるだけつねるわひ吐き出してるライミン。おい客の耳をバカにすんな、まだまだ飽きてる。逆にこいつに耳鳴りしちそう。こいつ聞きなり肝食べる石焼き芋。バカにしてんのお前だけだよ。客はバカにしてねえ、勘違いしてるボーイに分からせるこのラピーのショーだな。やめてくれよ聞くに耐えなビギナーラブ。俺はこれで稼ぐ相当な意志がある、yeah、やめてくれそんなチャチなライムでぶち開けるなんてもうお下がりのライムでフェイクカフェ。はん、粋な俺ら目処が立つ。これはラップゲーム1か8か0か100。ビギナーラップとかじゃなくて生きたまただに来てる石畑。俺は石橋も叩いて渡るよ。ここでキッキンザバース。待って、カイジよりも寒キンキンに冷えてやがる。俺のベストワン常に取るぜナンバーワン。あんたが半端なラッパーじゃないのか。だけどそうだ頭なんか不安。お前の断末魔ウイルス侵入ハッカー集団。 Yeah 決戦決定で冷め冷めたこの歌詞で見せることができるぜ。君らとは違う次元で戦ってるけど上司はどう。前の方が入りそうなチャンス&バットコツ&マット。俺がこれヒップホップが唯一の得意科目。分かってないから若手の枠にハマってるだけならライオンパート見だけ咲く過去だけのやつか飛ばしながらクローズ。サッと溶ければサッと飛ばすとスピリミに核の子にしまうウェポン。これ勝負が決まってんだろウェポン。終了、いい試合でございます。それでは判定の方いきますので、どちらかに手の声を上げてください。ではいきます。先行バース、後攻スタックザピンク、勝者スタックザピンク。バスにも大きな拍手お願いします。ありがとうございました。バスなんかあるかい。あ、大丈夫です。大丈夫、またお願いします。予選からの大健闘でした。バスに大きな拍手お願いします。